Wikipedia English writes about the background of the picture of Mona Lisa like this. Some art historians in Eastern art, such as Yukio Yashiro, argue that the landscape in the background of the picture was influenced by Chinese paintings, but this thesis has been contested for lack of clear evidence. Research in 2008 by a geomorphology professor at Urbino University and an artist photographer revealed likenesses of Mona Lisa's landscapes to some views in the Montefeltro region in the Italian provinces of Pesaro, Urbino, and Rimini. モナリザの背景については様々な意見があるようです。 Wikipedia 百科事典英語版は次のように書いています。八代幸男はその絵の背景は中国の画法の影響を受けていると。ここでいう中国の画法というのは水墨画のことと思われます。また2008年にウルビノ大学の地形学の教授、美術写真家の研究者たちによればモナリザの背景の景色はイタリアのモンテフェルトロの景色に似ていることを明かしています。が本当にそうでしょうか。広志林、浜松シティ、ジャパン。では画面を見ながらもう一度最初から説明します。モナリザです。このモナリザの背景を見てまず第一に気がつくことは奇妙な山々です。これらの山々は地球上にはない山と私林博士は考えました。地球の重力の法則に完璧に反しているからです。左側の山は右の方へ突出しています。そして右の山は傾いています。もしこんな山があればわずかな地震で崩落していたはずです。赤線をつけてみましたので皆さん自身の目でご確認ください。この地球上であればこんな山などあるはずもなく、またあってはならないのです。という前提でもう一度モナリザの絵の背景に描かれている山を検証し直してみることにしました。次に気がついたのは右端に描かれている石橋のようなものです。この丸の部分に注意してください。これは一般には石橋というふうに、つまり橋というふうに理解されていますが、本当にそのように考えてよいのでしょうか。左上が石橋です。確かに形は似ていますが、しかしその橋の桁の下の部分がどうも不揃いで不自然です。これは本当に橋なのでしょうか。あるいはひょっとしたらこれもまたトリッキーアート、つまり騙し絵ではないのでしょうか。左上がその騙し絵ですけども、一見すると人間の顔のようにも見えますが、拡大してみるとそこには二人の人物が描かれているのがわかります。これが騙し絵です。1500年後のイエスはあちこちにこの
騙し絵を仕込んでいます。そういう視点でモナリザの今度は向かって左側の風景を見てみます。ここに山らしきものが描かれていますが、これは本当に山なのでしょうか。それともアイルワースのモナリザの絵の中に描かれているような崖なのでしょうか。一見すると山のようにも見えます。また一般にもそのように解釈されています。この赤枠の部分は山なのか、それとも崖なのか。私林浩司はこれは山ではなく崖であると判断しました。その根拠はこの木枠の A と B で囲んだ部分を比較してみてください。ここが今日の一つの重要なポイントとなります。 A の部分は B よりも遠方にあることになります。 A の方が遠くの景色ということになります。 B の方が手前です。しかし両者とも山であるという前提で判断すると、 A の方の山の方が近くにある山ということになります。一方 B の方の山が遠くにある山ということになります。矛盾しています。繰り返します。 A の方の山は遠くにあるにもかかわらず近くの山、 B の方の山は近くにあるにもかかわらず遠くの山ということになります。矛盾しています。つまり A は山であるとしても B は山ではない、イコールヤングモナリザと同じ崖ということになります。つまりこれも騙し絵の一つということになります。となると水のようなものが描かれているが、これは何かということになりますが、水に似ていますけども、私は水ではないと思います。それについてはこの動画の中では結論は出ませんが、上は山、下は崖であるということになります。もう一度皆さんの目で確認してください。上の赤い線で引いたのが山ということになります。この地球にはない山ということになります。そしてこの下の線が崖ということになります。そしてその崖の部分を右の方に引っ張っていきます。木枠の部分に注意してください。一見するとこれは山のように見えますが、崖ということになります。拡大してみます。崖です。そしてその崖の上にですね、橋らしきものが描かれているということになります。崖っぷちのところに黄色い線を入れてみました。この黄色い線が崖っぷちということになります。その右が崖下ということになります。で、橋と思われる部分を注意深く見ますと、橋桁ではなくて岩のようにも見えます。位置がわずかながらずれているのがわかります。右半分が崖下、左半分が崖の上の平坦地ということになります。そこに橋のようなものが描かれているということになりますが、しかしよく見ると橋桁ではなくて岩が4つ並んでいるかのように見えます。ハイレゾルーションの写真でそれを確認していただきます。橋が崖の上にまたがっているということになります。ここでもやはり矛盾します。そしてよく見ると橋と思われる部分は大地の段差のようにも見えます。あるいは何かのただのラインのようにも見えます。その手前に
4個の岩が並んでいる、もしくは3個の岩が並んでいる。で、念のためにモナリザの左側の部分を皆さんにご覧いただきます。何かしら高速道路のようなラインが走っているのが分かりますが、これは本当に道なのでしょうか。今から500年前に本当にこのような道があったのでしょうか。この赤い丸で囲んだ部分は道らしくありません。そしてその左下もどうもおかしいです。まるでブルドーザーで鳴らしたような道ということになります。モナリザの絵の背景は見れば見るほど謎めいていますが、ここで一つだけはっきりしていることがあります。モナリザの絵の背景に描かれている山々はこの地球上にある山々ではないということです。もっともこんなことをいきなり言えばですね、皆さんはあれと思われるかもしれませんけども、それについてはこの後にヤングモナリザ、つまりアイルワースのモナリザについての謎を解いた動画をつなげておきますから、どうかそちらをご覧になってください。その動画を見てくだされば、モナリザの絵の背景に描かれている山々が地球上の山々でないということを皆さんにも確認していただけると思います。つまりこのような形で1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチなる操り人形芸術家を通してこのようなメッセージを私たちに人間に残したということになります。いつか君たち人間はこの事実に気がつく時が来るだろう。その時君たち人間は私が誰であったかを知るだろうと、モナリザの絵の背景にもそのメッセージが込められている可能性が大変高いということです。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Someday you will reveal this fact.
Someday you will find this fact. Someday you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know where humans come from. Then you will know what you are. You humans, you are the sons of daughters of gods.This is a message from Jesus Christ after 1500 years. いつの日か君たちはこの事実を暴くだろう。いつの日か君たちはこの事実を見つけるだろう。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。その時君たち人間は自分がどこから来たかを知るだろう。その時君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは神々の息子であり、娘、なんだよ。これが1500年後のイエスからのメッセージということになります。広し林、ハーママシティ、ジャパン。左上の写真が NASA が火星で撮ってきた写真です。右下はアイルワースのモナリザの絵の中に描かれていた奇妙な物体です。この両者は全く同じものです。つまりアイルワースのモナリザの背景には火星の奇妙な物体が描かれていたということになります。ではこの物体は何かということですね。明度を上げてみますと、アイルワースのモナリザの絵の中に描かれている物体は美しい緑色に変身します。つまりこれは火星に生えている樹木ということになります。そしてアイルワースのモナリザの絵の背景に描かれているのはその火星に生える樹木ということになります。この両者を皆さん注意深く比較してみてください。もちろん植物ですから全く同じものというわけではありませんけども、違いを見つけることができないという点で、アイルワースのモナリザの中に書かれていたこの奇妙な物体は火星に生えている樹木ということになります。つまり、このような形で1500年後のイエスはルネサンスに私たちにメッセージを残しました。いつか君たち人間はこの事実を知るだろう。その時君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは神々の息子であり、娘なんだよ。まあ、このように比較してみるとですね、このアイルワースのモナリザの中に仕込まれた1500年後のイエスのメッセージを読み取ることができます。そして皆さんに見ていただきたいのは、レオナルド・ダ・ヴィンチという画家が描いたことになっているアイルワースのモナリザです。その
アイルはそのモナリザの背景には火星の大地が正確に描かれていました。これは NASA が公表した火星表面で撮られた奇妙な物体の写真です。一般には針葉樹に似た木だと言われています。高さは分かりませんが相当高い木と思われます。その木がアイルワースのモナリザの絵の向かって左側に描かれていました。この部分です。この部分に注意してください。一見すると何かわけのわからない、つまり得体の知れない物体に見えますが、これはこの白い線のところで上下が線対称になっています。明度を上げますと美しい緑が浮かんできます。そうです。これは植物です。その植物が下の大地、多分水か何かがあったのでしょう。反射して映っています。これは NASA が公表し、現在アリゾナ大学が保管している写真です。マーズ、キュリオシティローバーが撮ってきた写真と思われます。その中にこのような、樹木と判断して良いものが映り込んでいました。この樹木と判断して良いものにご注意ください。それと同じものがアイル・ワースのモナリザの絵の中に描かれていました。それを今日皆さんに丁寧に見ていただきたいと思います。比較してみてください。左は絵のように見えますが、これは写真です。右は絵ということになっています。これは写真です。そこを誤解しないでくださいね。この写真の出典はここに示しておきますから、皆さん自身で確認できると思います。注意深くご覧ください。NASA。NASA と書いてあります。出所は NASA です。そして現在、アリゾナ大学に所蔵されています。もう一度、このラインを見てください。つまり、上半分が下に反射して映っているということになります。ですから、上半分の輪郭はしっかりとしていて、下半分の輪郭はぼんやりとしています。これが事実です。そして、NASA が撮ってきた写真と比較してみます。皆さん自身の目で確認してください。つまりこのような形で、1500年後のイエスはですね、ルネッサンスという時代に、レオナルド・ダ・ヴィンチという操り画家を通して、私たちにメッセージを残したということになります。いつか君たち人間は、この事実を知る時が来るだろう。その時、君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと、林博士はそのように解釈しています。もう一度、皆さんが撮ってきた写真と、そしてアイル・ワースのモナリザの中に描き込まれている木の絵と比べてみてください。注意深く見てください。まさに大パーツということになります。まさに大パーツということになります。左は写真のままで手を加えてありません。ただ、明度は少し上げてありますが、それ以外は手を加えていません。そして、右の方もやや明度を上げていますけども、それ以上の手は加えてありません。皆さん自身の目で確認して、比較して、判断してください。ここが重要です。ここが重要です。これを皆さんはエセ科学、インチキ科学として片付けてしまいますか？また片付けてしまって良いのでしょうか？左は NASA が撮ってきた写真です。右はアイルワースのモナリザの背景に描かれた奇妙な物体です。寸分たがわず同じです。この事実を皆さんはどのように判断なさいますか？左の絵が描かれたのは今から500年前のルネサンスの時代ということになります。繰り返します。このような形で1500年後のイエスはルネサンスの時代に私たち未来の人間にメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実に気がつく時が来るだろう。その時、君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと。そういうことです。まさに大パーツ中の大パーツということになるのではないでしょうか。もう一度 NASA の写真を確認してください。University of Arizona。
と書いてありますね。そしてホームページもしっかりと紹介してあります。私を疑う人はこのホームページにアクセスして直接この写真を見られたら良いかと思います。これは火星で撮られた写真です。まあこれが植物であるというためにはまだいくつかのハードルを超えなければなりませんけども、これは誰が見ても植物ということになります。Checkmate is a game position in chess in which a player's king is threatened with capture and there is no way to remove the threat. Checkmating the opponent wins a game. So do I, Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Checkmate! Aliens! Checkmate というのはチェスで王の逃げ場を封じ込め、王が捕らえられることを言います。つまり、相手をチェックメイトした方が勝負に勝ったことになります。で、林博士もその勝負に勝ちました。エイリアン、王手！博士林、浜松シティ、ジャパン。火星で植物らしきものが次々と発見されています。今ご覧いただいている画像もその中の一つということになります。まず皆さんにレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われているアイルワースのモナリザを見ていただきます。このアイルワースのモナリザの背景には火星が描かれています。火星の表面です。一見すると山のように見えますが、これは山ではありません。赤い部分を注意してご覧ください。ここに岩らしきものがありますが、影は左の方にできています。つまり光は右上上方から来ていることになります。一方、この山の表面を見てください。光は左上上方から来ているように見えます。つまり矛盾します。つまりこれは山ではありません。崖です。下の方へ伸びた崖です。ここが重要ですからしっかりと確認してください。この崖の部分を見ますと、ここに影ができています。そしてここに影のラインができています。つまり光は右上上方から来ていることになります。これで光の方向が一致しました。つまり、ここに描かれているのは山ではなくて崖だということになります。ここが今日の第一のポイントです。そして、この崖と、それから火星表面で撮られました写真と比較してください。大変よく似ていることがわかります。火星にはこのような崖が至るところにあります。アイルワースの背景が火星ということになれば、モナリザの背景もこれまた別の惑星の背景ということになるのかもしれません。実際、モナリザの絵の背景はどこか地球離れしているのがわかります。が、ここは今日のポイントではありません。今日のポイントは、アイルワースのモナリザの背景には
火星が描かれているという点です。これからそれをじっくりと説明しますので、皆さん自身で確認してください。この黄色い部分に注意してください。ここに何か岩のようなものが描かれているのがわかります。色を落としてみると、それがよくわかります。岩がいくつか重なっているのがわかります。そしてその周囲には小さな岩が転がっているのがわかります。これは絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？このあたりには谷のようなものも描かれています。そして中央には大きな影ができています。私はこれを岩と判断しました。注意深くご覧ください。これは絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？一見すると絵のように見えますが、実際には写真のように精緻に描かれているのはわかります。黒い影ができています。光は先ほども言いましたように、右上上方から来ています。下が実際の火星の表面を撮った写真です。比べてみてください。岩がゴロゴロしています。そして大きな岩があります。少し目を細めていただきますと、写真であることがよくわかります。つまり、この絵を描いた人は、まあ一応、レオナルド・ダ・ヴィンチということになっていますが、1500年後のイエスは、このようにしてアイルワースのモナリザの背景に火星の表面を描き込みました。中央にそれが見えます。中央にそれが見えます。下は実際の火星の写真です。比べてみてください。大変その様子がよく似ているのがわかります。白黒にしてみますと、その雰囲気がよくわかります。つまり、繰り返しになりますが、1500年後のイエスは、このような形で、アイルワースのモナリザの背景に火星を描き込みました。ここには、谷のようなものも描かれています。一見雑なようですけども、極めて精緻に描かれているのがわかります。絵の具のひび割れ部分を少し薄くしてみました。皆さん自身で確認してください。これは絵ではなく、写真であると私、林博士は判断しました。つまり、写真をそのままこういう形で絵の中に写し込んだということになります。なぜこんなことをしたか。いつか私のような人間がですね、この事実を発見して、そして、まあ、1500年後のイエスをですね、再確認するためではなかったかと、私、林博士は判断しています。つまり、1500年後のイエスの私たちに対するメッセージであるということになります。が、これだけではまだ皆さんは満足なさいませんね。で、私も同じようにその絵を描いてみました。キャンバスの上に実際の写真を置き、ややぼかしを入れて、そして薄くします。こうすれば同じような絵が描けるということになります。技術的には大変稚拙ですけども、手法は同じかと思います。上がアイルワースのモナリザの中に描かれた岩山です。下が実際の火星の表面の岩の様子です。注意深くご覧ください。そして色を落としてみますと、まあ同じようであるとしか言いようがありませんね。全く同じ場所を探すことは、これは不可能かと思われます。上が絵です。絵と言われています。下が写真です。アイルワースのモナリザの背景に描かれている赤い大地は、夕日を受けて赤くなっているのではないかとも考えられます。しかし、夕日で赤くなるのは海とか湖とかその光を反射するところだけです。大地は黒くなります。自然観察をしてみるとそれがよくわかります。もちろんこの地球にも崖はいくらでもあります。
1500年後のイエスはそうした崖の一つを描いたとも考えられます。そこでこの絵に描かれている崖とよく似た崖の写真を集めてみました。確かによく似ています。しかし似て非なるという感じですね。似ているけどもどこか様子が違います。例えばこの崖を見ていただくとわかりますように、アイルワースのモナリザの中に描かれている崖は内側に鋭角に曲がっています。私が探したところ、このような崖はこの地球には見当たりませんでした。で、本題です。もう一度アイルワースのモナリザの絵を見てください。そしてその背景に描かれている風景の影の方向に注意してください。光は右上上方から来ています。で、左のこの物体は何かということですけども、ここで私は前回、下半分は影だと言いましたけども、やはりこれは影ではありません。上下正確に、線対称になっています。この白い部分で上と下が線対称になっているということですね。光は右上上方から来ていますから、もしこれが影であるならば、影は左下、へと伸びているはずです。そして色温度を上げてみますと美しい緑が見えてきます。これは何なのでしょうか。実は最近次々と分かってきたことなのですけども、どうやら火星にも植物があるらしいということが分かってきました。一説によればサボテンに似た植物もあるらしいということが分かってきました。そしてこの写真に注意してください。これは NASA が公開した写真です。アリゾナ大学が保管しています。この写真に注意してください。まあ、一説によると針葉樹のような木のようなものが生えているということになります。かなり背の高い 木のようなものということになります。もちろんまだ確認されているわけではありませんけども、植物と考えられます。まあ、一風変わった植物ということになります。これが火星上で発見された植物らしい木ということになります。で、これと同じものがアイルワースの絵の中に描き込まれていました。注意深くご覧ください。この中央の部分です。この中央の部分を皆さん自身で比較してみてください。順に比較していきます。まあ、植物といってもですね、おそらくいろいろな種類の植物があるものと思われます。しかし、まあ、この部分だけを見てもよく似ているというレベルを超えて同じと私、林博士は判断しました。つまり、アイルワースのモナリザの中に描かれているこの奇妙な物体は火星に生える植物ということになります。つまり、針葉樹に似たということになります。この写真の出どころはここに皆さんにお見せしておきます。現在はアリゾナ大学のエデュケーション教育学部に、所属しているそうです。NASA から出ています。間違いのない写真です。つまり、アイルワースのモナリザの中にはすでに500年前にそれが描かれていたということになります。で、結論ということになります。アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体です。この物体は上下線対称になっています。そんなところから私はやはり、この下半分は上半分が水面に映った反射であると考えています。そうした絵や写真は公開されています。比較してみるとそれがよくわかります。ですから、下半分がぼんやりとしています。火星とはいえ、水もしくはそれに似た液体がこの辺りにはあると考えられます。その液体に上半分の植物が、火星の植物が反射していると私、林博士は判断しました。つまりこのような絵をですね、写真の形で、描き込むことによって1500年後のイエスは私たちにメッセージを残したということになります。つまり
いつか君たち人間はこの絵の中に仕込まれた謎を解くことができるだろう。その時、君たち人間は1500年後の私、つまりこの私が誰であるかを知ることになるだろう。その日のためにこの絵の中に私は私のメッセージを残しておくことにする。 Jesus Christ after 1500 years。According to Wikipedia, it writes about Ivor's Mona Lisa as follows. Shortly before World War I, English art collector Hugh Blaker discovered the painting in the home of a Somerset nobleman in whose family it had been there for nearly 100 years.This discovery led to the conjecture that Leonardo painted two portraits of Lisa del Gioconde, the famous one in the Louvre, and the one discovered by Blaker, who bought the painting and took it to his studio in Isleworth, London, from which it takes its name.第一次大戦の少し前、ヒュー・ブレイカーというアートコレクターがサマーセットの貴族の家からその家に伝わる一枚の絵画を見つけた。この発見により、レオナルドが二枚のモナリザを描いていたという推測へとつながった。つまり、ルーブル美術館にあるモナリザと、それにブレイカーが発見したモナリザである。ブレイカーはその絵を買い取り、ロンドンのアイルワースのスタジオにそれを持ち帰った。そのためその絵は、アイルワースのモナリザと呼ばれるようになった。広し林、浜松シティ、ジャパン。今皆さんにご覧いただいているのは、上がアイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な風景です。下が NASA のマーズ・キュリオシティ・ローバーが実際に火星で撮って地球へ送ってきた写真です。比較してみてください。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり上の絵はですね、これは絵ではなくて写真を焼き込んだものであると私、林博士は判断しています。まあ、この辺りに谷もあり、山もありという風景が上に描かれています。そんな点に注意して検証してみてください。目をやや細めてみますとですね、これがただ単なる絵ではなくて、写真のように精緻に描かれていることに皆さんもお気づきになると思います。で、この絵はどのようにして描かれたのか、それを私なりに簡単に実験してみます。これはアイルワースのモナリザの背景に描かれている風景ですね。その上の部分を取り出して、そして火星の実際の写真を下に貼り付けてみます。下の写半分下はですね、これは火星の実際の写真です。で、ややぼかしを入れます。こうしますと、アイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な、と言いますか、風景に似てくると思います。もちろん、全く同じ場所を探し出すことは不可能と思われます。ともかくも下が今合成で作った写真です。
上半分がアイルワースのモナリザの風景から撮ってきた写真ということになります。で、上がですね、アイルワースのモナリザの、まあ、絵の中に描かれている風景です。色を落としてみるとですね、大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまりこのようにしてアイルワースのモナリザの背景は、まあ、作られたということになります。そしてそのアイルワースのモナリザの背景にはですね、火星の木と思われるものが描き込まれていました。最近の、まあ、調査によればですね、どうやら火星にも地球上の木に似た植物が生息していることが分かってきました。これがその証拠写真ということになります。現在、アリゾナ大学がこの写真を保管しています。ここに描かれているものは何かということですけども、相当高い地球上の針葉樹に似た木と言われています。これが火星で発見された植物と思われる木です。それと同じものがですね、このアイルワースのモナリザの向かって左側に描き込まれていました。だいたいこんなところにこんなものがあること自体がおかしなことということになります。この奇妙な物体がですね、アイルワースのモナリザの絵を台無しにしているとも考えられます。この部分ですね、この部分に奇妙なものが描かれているということですね。左右を比較してみてください。左は私が消したものです。つまり、このようなものが描かれていること自体がおかしいイコール、それほどまでに重要なものであったからこそ、レオナルド・ダ・ヴィンチはこの物体をアイルワースのモナリザの背景に描いたということになります。明度を上げてみますと、ボコボコとした感じとともに美しい緑が現れてきます。そうです。これは樹木、木ということになります。で、この木はどこの木かということになります。それを皆さんにこれからご覧いただきます。注意深くご覧ください。アイルワースのモナリザに描かれていた木と思われる物体です。右は、ローバーですよね。マーズ・キュリオシティ・ローバーです。それがこのような写真を届けてきました。まあ、これは上空を飛行中に撮られた写真ということになります。そしてその中にはこのようなものが写り込んでいました。先ほども言いましたように相当高い木のように思われます。右が実際に火星上空から撮られた火星表面上の樹木と思われる物体です。まあ木と断定してほぼ間違いないと思います。詳しくはこの続く動画の中で説明しますが、ともかくもこのような物体が映り込んでいたということですね。で、その中の一部とですね、左の、まあ、アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体と比較してみます。もちろん、まあ、植物ということになりますから、全く同じものを探すことはできないと思います。それに季節によって、まあ、葉っぱの部分がですね、生い茂り方が違うのは当然かと思われますが、その部分を除いてと言いますか、勘案してもですね、この両者は酷似しているというレベルを超えて同じです。言い換えますと、左のような植物、あるいは右のような植物は、少なくともこの地上にはないのではないでしょうか。つまり、1500年後のイエスの操り人形芸術家を通して、1500年後のイエスは、このような、まあ、写真ですよね。写真をアイルワースの絵の背景に焼き込んだということになります。ここが重要ですから、皆さん自身の目で左と右を比較してみてください。左は一応絵ということになっています。右は間違いもなく写真です。火星上に生えていると思われる樹木、つまり
木です。つまりこれら両者は、私、林浩は同じと判断しました。ついでながら、こんな奇妙なものも発見しましたので、一応報告しておきます。このアイルワースの背景はですね、一般には山と考えられています。これは山ではありません。下へ掘り込んだ崖です。光の方向からそれがわかります。下半分が山に見えるから山というふうに一般には理解されています。が、私、林浩はこれは崖と判断しました。で、この部分に奇妙なものが、まあ、描かれているということですね。何やら崖の途中に、まあ、窓のようなものが描かれているということですが、確認はできません。ともかくも、まあ、これはですね、私は絵というよりも、写真から起こした絵というふうに理解しています。部分的に絵のように、まあ、改変されているように思いますが、しかし、写真のように精緻な部分もあります。まあ、こうした物体が描かれているということですね。で、これは何かということですけども、この下半分は崖ということになるんですよ。山ではありません。先ほども言いましたように、光は右上の方から斜め左下の方に当たっています。ですから、これは崖と判断しました。で、この部分を明るくしてみますとですね、やはり奇妙な左の方ですけども、ものが描かれているように思います。さらに、この部分ですね、上半分はどうやら絵のようにも見えますが、下半分はですね、極めて精緻に描いてあるのがわかります。明度を上げてみるとそれがよくわかります。赤い大地がここに、まあ、描かれているということですね。で、これは私は絵ではなくて、一部写真であると判断しました。そして、色も火星の色と一致します。これは、マーズ・スピリチュアル・キュリオシティ・ローバーがですね、火星から送ってきたオリジナルの写真です。右はアイルワースのモナリザに描かれているオリジナルの色です。比較してみてください。色には手を加えていません。よく似ているというより、私、林浩は同じと判断しました。いかがでしょうか。続く動画をどうかご覧になってください。いつか君たち人間はこの事実に気がつくだろう。その時、君たち人間は私の正体を知るだろう。と同時に、君たち人間は君たちがどこから来たかを知るだろう。Bye for now. The Sun magazine writes as follows. Are mysterious UFOs and bizarre alien figures hidden in ancient religious paintings evidence of early ET visits? These could be biblical symbols misunderstood or proof ET has been visiting for a long, long time. Ancient art could show extraterrestrials having visiting Earth for hundreds of years, according to conspiracy theorists, while art historians insist, though, on the contrary, there's a more simple explanation arguingWhat could appear to be UFOs actually represent angels or the sun and the moon. サン氏は、エイリアンは存在すると題して次のように書いています。
古代の絵画の中に描かれている UFO が ET たちがこの地球を訪れていたというその証拠かもしれないと。陰謀論者によると外惑星人たちはこの何百年もの間この地球を訪れているという。古代の絵画に描かれている UFO がその証拠である。こうした見方に対して美術歴史学者たちは、こうした UFO に見えるものは天使あるいは太陽とか月を表したものに過ぎないと主張している。広志林浜松セリージャパン。今時 UFO なるものは珍しくも何ともありません。世界中で UFO の目撃例が何千何万と続いています。ここで注意していただきたいのは、そうした UFO という言葉もない時代においてですね、古代の絵画の中に今から言うと UFO らしきものが描かれているという点です。そしてもう一つ注意していただきたいことは、古代の人たちは現在のようにですね、通信手段も映像技術もなかったという点です。つまりこういう形で絵画という形で彼らが見たものを表現するしかなかったという点です。今でこそこうした情報は瞬時に世界を駆け巡りますが、当時はそうではなかったということです。そういうことを考え合わせるなら、信憑性は今よりはるかに高いということになります。で、私林博士の方で古代の絵画に描かれている UFO もしくは UFO らしきものと現在目撃されている UFO もしくは UFO と疑われるものをこうして照合してみました。逆に言うとですね、古代の絵画に描かれている UFO らしきものは現代風に言えばまさしく UFO であるということになります。さらに言えばですね、では古代の絵画に描かれているものが UFO でないというのなら、ではそれらは何であるかということにもなるわけです。さらにさらに言えば、古代よりこうした絵が描かれているということは、現代私たちが言う UFO の存在を歴史的にも裏付けるということになるのではないでしょうか。そこでこの動画の中では、あのレオナルド・ダ・ヴィンチも UFO らしきものをどうやら描いていたのではないかという問題について考えてみたいと思います。題して、レオナルド・ダ・ヴィンチの UFO ということになります。画面を見ながら説明します。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたことになっている受胎告知の絵です。この受胎告知の左上に注意してください。ここに雲が描かれています。一般には雲と解釈されています。まあ問題にする人もいないということですね。が、この雲はどう見てもおかしいと私は考えます。中心部が卵形で、で左右対称になっています。見方によっては翼にも見えるということです。で、これは UFO なのかどうかということですが、今までの流れからするとですね、まあダ・ヴィンチの周辺にこのような UFO があったとしても、あるいは飛んでいたとしてもおかしくないということになります。で、いろいろと明度を上げたりコントラストを上げたりして見てみますが、
今一つはっきりしません。まあ、ここで言えることは、先に言いましたように、中央部が球体形であり、左右に左右対称の翼のようなものが描かれているということです。これは UFO なのでしょうか、それともそうではないのでしょうか。もう一つ怪しげな絵をご覧いただきます。アントレア・デル・ヴェロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作とされるイエスの洗礼の絵です。この右上の方に奇妙な鳥が描かれています。この鳥に注意してください。こんなところにこんな鳥が描かれていること自体が、まあ、不自然といいますか、アンバランスなのですけども、この鳥の明度を上げてみますと、尾羽の部分が薄くなっていくのがわかります。で、この鳥なんですけども、これは鳥なのでしょうか、あるいは鳥というのはこのような飛び方をするものなのでしょうか。まあ、右の翼は見えますが、左の翼は見えません。そして足も描かれています。で、実際の鳥と比較してみます。で、どうもおかしいんですよね。まあ、どうおかしいかは皆さんご覧になっている通りですけども、鳥なのか、鳥でないのかということになるわけです。で、私はこれは UFO ではないかと考えています。この鳥の尾羽の部分を取り除いてみます。するとそこに私たちが UFO と呼んでいる、まあ、物体の形が浮かび上がってきます。つまり逆に言うとですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスはここに UFO を描きたかった。しかし露骨には描けなかった。そこで鳥にカモフラージュしたのではないかと。このイエスの洗礼の中にはいくつかの騙し絵、隠し絵が仕込まれています。話を受胎告知に戻します。受胎告知の左上には奇妙な雲が描かれています。この雲は何を意味するのか、まあ、ここだけを見ていると雲かなということになるのかもしれませんけれども、まあ今までの流れからするとどうやらこれは雲ではなくて私は UFO ではないかと考えています。つまり意味のないものを1500年後のイエスは書かなかったということになります。このもやもやとした部分に注意してください。で、比較してみます。その下がイエスの洗礼の中に描かれている奇妙な鳥です。で、これは UFO ではないかということですね。で、形を照合してみますと、まあ、現在いろいろな UFO が報告されていますけども、まあ UFO の中でもですね、空飛ぶ円盤型の UFO ということになります。今風に言えば、珍しくも何ともない UFO ということになります。そして、まあ私はこの UFO に大変よく似ていると判断しました。一方、受胎告知の中の雲ですが、私はこれは V 字型の UFO ではないかと判断しました。写真はデスバリーで写真に撮られた UFO です。そしてこれがハドソンバリーで写真に撮られた UFO です。機体の周辺がもやもやと雲のようになっている点に注意してください。見る角度が違いますから、同じようには見えないのかもしれませんけれども、上は正面から見たところ、下の右下はですね、側面から見たところということになります。V 字型でもやもやしている。まあ、ハドソンバリーで写真に撮られた UFO と比較するとですね、いわゆるまあ受胎告知の中に描かれている、まあ、この雲のようなものは UFO ではないかということになります。あくまでも今の段階ではそのように見えるというだけの話なのかもしれません。 Bye for now。
Saturn's frigid moon Titan has some characteristics that are oddly similar to Earth, but still slightly alien. It has clouds, rain, and lakes made of methane and ethane, a solid surface made of water, ice, and vast dune fields filled with hydrocarbon sands. 土星のいてつく月、それがタイタン。タイタンは驚くほど地球に似ているが、わずかながら地球的ではない。そこには雲があり、雨もあり、湖もあるが、その湖はメタノールやエタノールでできている。表面は硬い氷と炭化水素で満たされた砂漠でできている。広し林浜松市ジャパン。アメリカ NASA のハイゲンスプローブ、つまりオランダの天文学者の名前ホイヘンスを取ってホイヘンス探測機が、土星の月の一つであるタイタンから数多くの写真を地球へ送り届けてきました。タイタンは見た目には地球と大変よく似ていて、地球と区別ができないそうです。そこには雲があり、雨もあり、湖もあるそうですが、その湖はメタノールやエタノールでできているというのです。表面は硬い氷と炭化水素で満たされた砂漠でできているとのこと。これがそのタイタンの様子です。険しい山脈のようなものが連なっている点に注意してください。そしてこれらのデータをもとに専門の画家がその想像図を描いています。なお全体に赤茶っぽい色付けがしてありますが、元の画像は白黒だそうです。これが元の画像で、それに赤茶色の色を着色したということだそうです。ともかくもこれが想像図ということになります。この想像図で特に注意していただきたいのはこの山々です。注意深くご覧ください。これが今日の大変重要なポイントとなります。タイタンにはこのような湖と陸地、つまり砂丘が広がっているというのです。で、これらの想像図のうちから3枚を選んで、そして並べて比較してみます。大変険しい山々のようです。そして先が尖っていると言いますか、まあ原始的な山脈である点に注意してください。土星の月のタイタンにはこのような山々があるというのです。で、色を落としてみます。これが元の画像ということになります。地球の山々と比較してみても、先がとんがっていて、そして高い山のように思われます。これがタイタンの山の特徴ということになりますが、その山と同じものをあのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が書き込んでいました。右がレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる西安と西母子の絵です。この絵の背景に山が描かれています。私はあちこちの山を探しましたが、この山と同じ山を見つけることができませんでしたが、その絵の中に描かれている山々が
タイタンで撮られた写真の、その写真から復元された山々の様子に大変よく似ていることに気がつきました。ここが今日の動画の大変重要なポイントですから、皆さん自身の目でじっくりと比較、そして判断してみてください。もちろん同じというわけではありません。また山を見る角度、書いてある角度も違います。上がタイタンで撮られた写真をもとに作られた想像図です。下がダヴィンチなる画家が描いたとされる絵の中に描き込まれていた絵です。が、もっともこの程度のことでは皆さんは満足なさらないと思います。が、あのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家はアイル・ワースのモナリザの絵の背景に火星で見られた植物と思われる物体と、そして火星の大地を正確に描き込んでいました。その動画はこの動画の後につなげておきます。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、つまりは1500年後のイエスがこのような絵を描き残したということになります。火星です。その火星で撮られた写真の中にはこのような奇妙な物体が描かれていて、そしてアイルワースの向かって左側に描かれている奇妙な物体とその形が一致しました。これがその植物と思われる物体です。右がアイルワースのモナリザの中に描き込まれている物体です。明度を上げてみると美しい緑が浮かび上がってきました。私は植物と判断しました。もう一度簡単に比較していただきます。アイルワースのモナリザです。そのモナリザの向かって左側に奇妙な物体が描き込んでありました。で、明るくしてみますと美しい緑が浮かび上がってきました。上下が線対称になっています。上の部分が水のようなものに反射して映っていると私林博は判断しました。上半分の輪郭はしっかりとしていて、下半分の輪郭がぼんやりとしていたからです。そしてこれが火星で撮られた写真です。植物と思われる写真です。針葉樹の一種であると判断されています。相当背の高い木です。この写真と、そしてアイルワースの絵の中に描かれていたあの奇妙な物体を比較してみると全く同じであることが分かりました。現在この左の写真は NASA アリゾナ大学の所蔵です。そして右下がアイルワースのモナリザの中に描き込まれていた奇妙な物体です。この両者を注意深く比較してください。もちろん植物ですから全く同じものというわけではありませんけども、また種類もいろいろあると思われますけども、ここまで類似しています。右の、絵の方はキャンバスの横ラインが入っていますから注意してくださいが、それを除くとこの両者は全く同じであることに皆さんもお気づきになります。つまりこのような形で1500年後のイエスは私たち人間にメッセージを残したということになります。が、それだけではありませんでした。アイルワースのモナリザの背景には火星の大地が写真のように正確に描き込まれていました。私林博士は写真と判断しました。それについての動画はこの後につなげておきますから、また興味のある方はご覧になってください。左は NASA が火星で撮ってきた写真です。そして右はアイルワースのモナリザの中に描き込まれていた火星の様子と思われる絵です。で、結論ということになりますが、先ほど聖アンと聖母子の絵の中に描かれている山はタイタンの山によく似ているという表現にとどめましたが、
アイルワースのモナリザの中に描かれている火星の風景と重ね合わせてみると、1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチという架空の、つまりは操り人形芸術家を通してこのような絵を描き残して、そして自らの正体をその中に隠し込んだということになります。つまり聖安と聖母子の絵の中に描かれている山々は土星の月の一つであるタイタンの風景であると判断できるのではないでしょうか。もう一度皆さん自身の目でしっかりと比較してみてください。右が聖安と聖母子の絵です。その中にはこのような山々が描かれています。そしてその山々は土星の衛星のタイタンの風景とよく似ているというレベルを超えてよく似ている、つまり私林博士は同じと判断しました。ここが今日の結論ということになりますから、皆さん自身の目で見て、そしてしっかりと判断していただきたいと思います。親が NASA が撮ってきた写真をもとに描かれた想像図ということになります。そして下がレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる聖安と聖母子の絵です。繰り返しになりますが、ここだけでは判断できませんが、アイル・ワースのモナリザの中に描かれていた火星ということを考え合わせますと、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスはこのような形で私たち人間にメッセージを残したということになります。これがアイル・ワースのモナリザです。そしてそのモナリザの背景には火星の風景が正確に描かれていました。右下がこれがモナリザの絵の中に描かれている風景です。そして左が火星探査機が撮ってきた写真です。雲の様子まで一致しています。そして聖安と聖母子の絵です。そしてその中にはこのような山々の風景が描かれていました。つまりこうした人物像の背景に1500年後のイエスは私たち人間にメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実に気がつく時が来るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。そして君たち人間は自分が誰であるかを知るだろう。そして君たち人間がどこから来たかを知るだろう。つまり君たち人間よ、君たち人間は私の子供たちなんだよと。これが1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストから私たち人間に対するメッセージということになります。そのメッセージがここに紹介した絵の中に隠し込まれていたということになります。
Someday you will reveal this fact. Someday you will find this fact. Someday you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know where humans come from. Then you will know what you are. You humans, you are the sons of daughters of gods. This is a message from Jesus Christ after 1500 years. いつの日か君たちはこの事実を暴くだろう。いつの日か君たちはこの事実を見つけるだろう。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。その時君たち人間は自分がどこから来たかを知るだろう。その時君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは神々の息子であり、娘なんだよ。これが1500年後のイエスからのメッセージということになります。広し林、ハーママシティ、ジャパン。左上の写真が NASA が火星で撮ってきた写真です。右下はアイルワースのモナリザの絵の中に描かれていた奇妙な物体です。この両者は全く同じものです。つまりアイルワースのモナリザの背景には火星の奇妙な物体が描かれていたということになります。ではこの物体は何かということですね。明度を上げてみますと、アイルワースのモナリザの絵の中に描かれている物体は美しい緑色に変身します。つまりこれは火星に生えている樹木ということになります。そしてアイルワースのモナリザの絵の背景に描かれているのはその火星に生える樹木ということになります。この両者を皆さん注意深く比較してみてください。もちろん植物ですから全く同じものというわけではありませんけども、違いを見つけることができないという点で、アイル・ワースのモナリザの中に書かれていたこの奇妙な物体は火星に生えている樹木ということになります。つまり、このような形で、1500年後のイエスは、ルネサンスに私たちにメッセージを残しました。いつか、君たち人間は、この事実を知るだろう。その時、君たち人間は、自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは神々の息子であり、娘なんだよ、と。まあ、このように比較してみるとですね、このアイルワースのモナリザの中に仕込まれた1500年後のイエスのメッセージを読み取ることができます。そして皆さんに見ていただきたいのはレオナルド・ダ・ヴィンチ
という画家が描いたことになっているアイルワースのモナリザです。そのアイルワースのモナリザの背景には火星の大地が正確に描かれていました。これは NASA が公表した火星表面で撮られた奇妙な物体の写真です。一般には針葉樹に似た木だと言われています。高さはわかりませんが、相当高い木と思われます。その木がアイルワースのモナリザの絵の向かって左側に描かれていました。この部分です。この部分に注意してください。一見すると何かわけのわからない、つまり得体の知れない物体に見えますが、これはこの白い線のところで上下が線対称になっています。明度を上げますと美しい緑が浮かんできます。そうです。これは植物です。その植物が下の大地、多分水か何かがあったのでしょう。反射して映っています。これは NASA が公表し、現在アリゾナ大学が保管している写真です。Mars Curiosity Rover が撮ってきた写真と思われます。その中にこのような、樹木と判断して良いものが映り込んでいました。この樹木と判断して良いものにご注意ください。それと同じものがアイルワースのモナリザの絵の中に描かれていました。それを今日皆さんに丁寧に見ていただきたいと思います。比較してみてください。左は絵のように見えますが、これは写真です。右は絵ということになっています。これは写真です。そこを誤解しないでくださいね。この写真の出典はここに示しておきますから、皆さん自身で確認できると思います。注意深くご覧ください。NASA。NASA と書いてあります。出所は NASA です。そして現在、アリゾナ大学に所蔵されています。もう一度、このラインを見てください。つまり、上半分が下に反射して映っているということになります。ですから、上半分の輪郭はしっかりとしていて、下半分の輪郭はぼんやりとしています。これが事実です。そして、NASA が撮ってきた写真と比較してみます。皆さん自身の目で確認してください。つまり、このような形で、1500年後のイエス、はですね、ルネサンスという時代にレオナルド・ダ・ヴィンチという操り画家を通して私たちにメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実を知る時が来るだろう。その時君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと林博士はそのように解釈しています。もう一度皆さんが撮ってきた写真と、そしてアイルワースのモナリザの中に描き込まれている木の絵と比べてみてください。注意深く見てください。まさにオーパーツということになります。左は写真のままで手を加えてありません。ただ、明度は少し上げてありますが、それ以外は手を加えていません。そして、右の方もやや明度を上げていますけども、それ以上の手は加えてありません。皆さん自身の目で確認して、比較して、判断してください。ここが重要です。これを皆さんはエセ科学、インチキ科学として片付けてしまいますか？また、片付けてしまって良いのでしょうか？左は NASA が撮ってきた写真です。右はアイルワースのモナリザの背景に描かれた奇妙な物体です。寸分たがわず同じです。この事実を皆さんはどのように判断なさいますか？左の絵が描かれたのは今から500年前のルネサンスの時代ということになります。繰り返します。このような形で1500年後のイエスはルネサンスの時代に私たち未来の人間にメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実に気がつく時が来るだろう。その時、君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと。そういうことです。まさにオーパーツ中のオーパーツということになるのではないでしょうか。もう一度 NASA の写真を
確認してください。University of Arizona と書いてありますね。そしてホームページもしっかりと紹介してあります。私を疑う人はこのホームページにアクセスして直接この写真を見られたら良いかと思います。これは火星で撮られた写真です。まあこれが植物であるというためにはまだいくつかのハードルを超えなければなりませんけども、これは誰が見ても植物ということになります。Checkmate is a game position in chess in which a player's king is threatened with capture and there is no way to remove the threat. Checkmating the opponent wins a game. So do I, Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Checkmate! Aliens! Checkmate というのはチェスで王の逃げ場を封じ込め、王が捕らえられることを言います。つまり、相手をチェックメイトした方が勝負に勝ったことになります。で、林博士もその勝負に勝ちました。エイリアン、王手！広志林、浜松シティ、ジャパン。火星で植物らしきものが次々と発見されています。今ご覧いただいている画像もその中の一つということになります。まず皆さんにレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われているアイル・ワースのモナリザを見ていただきます。このアイル・ワースのモナリザの背景には火星が描かれています。火星の表面です。一見すると山のように見えますが、これは山ではありません。赤い部分を注意してご覧ください。ここに岩らしきものがありますが、影は左の方にできています。つまり光は右上上方から来ていることになります。一方、この山の表面を見てください。光は左上上方から来ているように見えます。つまり矛盾します。つまりこれは山ではありません。崖です。下の方へ伸びた崖です。ここが重要ですからしっかりと確認してください。この崖の部分を見ますと、ここに影ができています。そしてここに影のラインができています。つまり光は右上上方から来ていることになります。これで光の方向が一致しました。つまり、ここに描かれているのは山ではなくて崖だということになります。ここが今日の第一のポイントです。そして、この崖と、それから火星表面で撮られました写真と比較してください。大変よく似ていることがわかります。火星にはこのような崖が至るところにあります。アイルワースの背景が火星ということになれば、モナリザの背景もこれまた別の惑星の背景ということになるのかもしれません。実際、モナリザの絵の背景はどこか地球離れしているのがわかります。が、ここは今日のポイントではありません。今日の
ポイントは、アイルワースのモナリザの背景には火星が描かれているという点です。これからそれをじっくりと説明しますので、皆さん自身で確認してください。この黄色い部分に注意してください。ここに何か岩のようなものが描かれているのがわかります。色を落としてみると、それがよくわかります。岩がいくつか重なっているのがわかります。そしてその周囲には小さな岩が転がっているのがわかります。これは絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？この辺りには谷のようなものも描かれています。そして中央には大きな影ができています。私はこれを岩と判断しました。注意深くご覧ください。これは絵なのでしょう？絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？一見すると絵のように見えますが、実際には写真のように精緻に描かれているのはわかります。黒い影ができています。光は先ほども言いましたように、右上上方から来ています。下が実際の火星の表面を撮った写真です。比べてみてください。岩がゴロゴロしています。そして大きな岩があります。少し目を細めていただきますと、写真であることがよくわかります。つまり、この絵を描いた人は、まあ一応レオナルド・ダ・ヴィンチということになっていますが、1500年後のイエスは、このようにしてアイルワースのモナリザの背景に火星の表面を描き込みました。中央にそれが見えます。中央にそれが見えます。下は実際の火星の写真です。比べてみてください。大変その様子がよく似ているのがわかります。白黒にしてみますと、その雰囲気がよくわかります。つまり、繰り返しになりますが、1500年後のイエスは、このような形で、アイルワースのモナリザの背景に火星を描き込みました。ここには谷のようなものも描かれています。一見雑なようですけども、極めて精緻に描かれているのがわかります。絵の具のひび割れ部分を少し薄くしてみました。皆さん自身で確認してください。これは絵ではなく、写真であると私、林博士は判断しました。つまり、写真をそのままこういう形で絵の中に映し込んだということになります。なぜこんなことをしたか。いつか私のような人間がですね、この事実を発見して、そして、まあ、1500年後のイエスをですね、再確認するためではなかったかと、私、林博士は判断しています。つまり、1500年後のイエスの私たちに対するメッセージであるということになります。が、これだけではまだ皆さんは満足なさいませんね。で、私も同じようにその絵を描いてみました。キャンバスの上に実際の写真を置き、ややぼかしを入れて、そして薄くします。こうすれば同じような絵が描けるということになります。技術的には大変稚拙ですけども、手法は同じかと思います。上がアイルワースのモナリザの中に描かれた岩山です。下が実際の火星の表面の岩の様子です。注意深くご覧ください。そして色を落としてみますと、まあ同じようであるとしか言いようがありませんね。全く同じ場所を探すことは、これは不可能かと思われます。上が絵です。絵と言われています。下が写真です。アイルワースのモナリザの背景に描かれている赤い大地は夕日を受けて赤くなっているのではないかとも考えられます。しかし夕日で赤くなるのは海とか湖とかその光を反射するところだけです。大地は黒くなります。自然観察をしてみると、それがよくわかります。
もちろん、この地球にも崖はいくらでもあります。1500年後のイエスは、そうした崖の一つを描いたとも考えられます。そこで、この絵に描かれている崖とよく似た崖の写真を集めてみました。確かによく似ています。しかし、似て非なるという感じですね。似ているけども、どこか様子が違います。例えばこの崖を見ていただくとわかりますように、アイルワースのモナリザの中に描かれている崖は内側に鋭角に曲がっています。私が探したところ、このような崖はこの地球には見当たりませんでした。で、本題です。もう一度アイルワースのモナリザの絵を見てください。そしてその背景に描かれている風景の影の方向に注意してください。光は右上上方から来ています。で、左のこの物体は何かということですけども、ここで私は前回、下半分は影だと言いましたけども、やはりこれは影ではありません。上下正確に、線対称になっています。この白い部分で上と下が線対称になっているということですね。光は右上上方から来ていますから、もしこれが影であるならば、影は左下へと伸びているはずです。そして色温度を上げてみますと、美しい緑が見えてきます。これは何なのでしょうか？実は最近次々と分かってきたことなのですけども、どうやら火星にも植物があるらしいということが分かってきました。一説によればサボテンに似た植物もあるらしいということが分かってきました。そしてこの写真に注意してください。これは NASA が公開した写真です。アリゾナ大学が保管しています。この写真に注意してください。まあ、一説によると、針葉樹のような木のようなものが生えているということになります。かなり背の高い木のようなものということになります。もちろん、まだ確認されているわけではありませんけども、植物と考えられます。まあ、一風変わった植物ということになります。これが火星上で発見された植物らしい木ということになります。で、これと同じものが、アイルワースの絵の中に描き込まれていました。注意深くご覧ください。この中央の部分です。この中央の部分を皆さん自身で比較してみてください。順に比較していきます。まあ、植物といってもですね、おそらくいろいろな種類の植物があるものと思われます。しかし、まあ、この部分だけを見てもよく似ているというレベルを超えて同じと。私、林博士は判断しました。つまり、アイルワースのモナリザの中に描かれている、この奇妙な物体は、火星に生える植物ということになります。つまり、針葉樹に似た木ということになります。この写真の出所は、ここに皆さんにお見せしておきます。現在は、アリゾナ大学のエデュケーション、教育学部に、所属しているそうです。NASA から出ています。間違いのない写真です。つまり、アイルワースのモナリザの中には、すでに500年前にそれが描かれていたということになります。で、結論ということになります。アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体です。この物体は上下線対称になっています。そんなところから私はやはり、この下半分は上半分が水面に映った反射であると考えています。そうした絵や写真は公開されています。比較してみるとそれがよくわかります。ですから、下半分がぼんやりとしています。火星とはいえ、水もしくはそれに似た液体がこの辺りにはあると考えられます。その液体に上半分の植物が、火星の植物が反射していると、私、林博士は判断しました。つまり、このような絵をですね、写真の形で、描き込むことによって、1500年後のイエスは、私たちにメッセージを残したということになります。
つまり、いつか、君たち人間は、この絵の中に仕込まれた謎を解くことができるだろう。その時、君たち人間は、1500年後の私、つまり、この私が誰であるかを知ることになるだろう。その日のために、この絵の中に、私は私のメッセージを残しておくことにする。Jesus Christ, after 1500 years.According to Wikipedia, it writes about Isleworth's Mona Lisa as follows. Shortly before World War I, English art collector Hugh Blaker discovered the painting in the home of a Somerset nobleman in whose family it had been there for nearly 100 years.This discovery led to the conjecture that Leonardo painted two portraits of Lisa del Gioconde, the famous one in the Louvre, and the one discovered by Blaker, who bought the painting and took it to his studio in Isleworth, London, from which it takes its name.第一次大戦の少し前、ヒュー・ブレイカーというアートコレクターが、サマーセットの貴族の家から、その家に伝わる一枚の絵画を見つけた。この発見により、レオナルドが二枚のモナリザを描いていたという推測へとつながった。つまり、ルーブル美術館にあるモナリザと、それにブレイカーが発見したモナリザである。ブレイカーはその絵を買い取り、ロンドンのアイルワースのスタジオにそれを持ち帰った。そのためその絵は、アイルワースのモナリザと呼ばれるようになった。広志林、浜松シティ、ジャパン。今皆さんにご覧いただいているのは、上がアイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な風景です。下が NASA のマーズ・キュリオシティ・ローバーが実際に火星で撮って地球へ送ってきた写真です。比較してみてください。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり上の絵はですね、これは絵ではなくて写真を焼き込んだものであると私、林博士は判断しています。まあ、この辺りに谷もあり、山もありという風景が上に描かれています。そんな点に注意して検証してみてください。目をやや細めてみますとですね、これがただ単なる絵ではなくて、写真のように精緻に描かれていることに皆さんもお気づきになると思います。で、この絵はどのようにして描かれたのか、それを私なりに簡単に実験してみます。これはアイルワースのモナリザの背景に描かれている風景ですね。その上の部分を取り出して、そして火星の実際の写真を下に貼り付けてみます。下の写半分下はですね、これは火星の実際の写真です。で、ややぼかしを入れます。こうしますと、アイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な、と言いますか、風景に似てくると思います。もちろん、全く同じ場所を探し出すことは不可能と思われます。
ともかくも下が今合成で作った写真です。上半分がアイルワースのモナリザの風景から撮ってきた写真ということになります。で、上がですね、アイルワースのモナリザの、まあ、絵の中に描かれている風景です。色を落としてみるとですね、大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまりこのようにして、アイルワースのモナリザの背景は、まあ、作られたということになります。そしてそのアイルワースのモナリザの背景にはですね、火星の木と思われるものが描き込まれていました。最近の、まあ、調査によればですね、どうやら火星にも地球上の木に似た植物が生息していることが分かってきました。これがその証拠写真ということになります。現在、アリゾナ大学がこの写真を保管しています。ここに描かれているものは何かということですけども、相当高い地球上の針葉樹に似た木と言われています。これが火星で発見された植物と思われる木です。それと同じものがですね、このアイルワースのモナリザの向かって左側に描き込まれていました。だいたいこんなところにこんなものがあること自体がおかしなことということになります。この奇妙な物体がですね、アイルワースのモナリザの絵を台無しにしているとも考えられます。この部分ですね、この部分に奇妙なものが描かれているということですね。左右を比較してみてください。左は私が消したものです。つまり、このようなものが描かれていること自体がおかしいイコール、それほどまでに重要なものであったからこそ、レオナルド・ダ・ヴィンチはこの物体をアイルワースのモナリザの背景に描いたということになります。明度を上げてみますと、ボコボコとした感じとともに美しい緑が現れてきます。そうです。これは樹木、木ということになります。で、この木はどこの木かということになります。それを皆さんにこれからご覧いただきます。注意深くご覧ください。アイルワースのモナリザに描かれていた木と思われる物体です。右は、ローバーですよね。マーズ・キュリオシティ・ローバーです。それがこのような写真を届けてきました。まあ、これは上空を飛行中に撮られた写真ということになります。そしてその中にはこのようなものが映り込んでいました。先ほども言いましたように相当高い木のように思われます。右が実際に火星上空から撮られた火星表面上の樹木と思われる物体です。まあ木と断定してほぼ間違いないと思います。詳しくはこの続く動画の中で説明しますが、ともかくもこのような物体が映り込んでいたということですね。で、その中の一部とですね、左の、まあ、アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体と比較してみます。もちろん、まあ、植物ということになりますから、全く同じものを探すことはできないと思います。それに季節によって、まあ、葉っぱの部分がですね、生い茂り方が違うのは当然かと思われますが、その部分を除いてと言いますか、勘案してもですね、この両者は酷似しているというレベルを超えて同じです。言い換えますと、左のような植物、あるいは右のような植物は、少なくともこの地上にはないのではないでしょうか。つまり、1500年後のイエスの操り人形芸術家を通して、1500年後のイエスはこのような、まあ、写真ですよね。写真をアイルワースの絵の背景に焼き込んだということになります。ここが重要ですから、皆さん自身の目で左と右を比較してみてください。左は一応絵ということになっています。右は間違いもなく写真です。
火星上に生えていると思われる樹木、つまり木です。つまりこれら両者は、私、林浩司は同じと判断しました。ついでながら、こんな奇妙なものも発見しましたので、一応報告しておきます。このアイルバースの背景はですね、一般には山と考えられています。これは山ではありません。下へ掘り込んだ崖です。光の方向からそれがわかります。下半分が山に見えるから山というふうに一般には理解されています。が、私、林浩司はこれは崖と判断しました。で、この部分に奇妙なものが、描かれているということですね。何やら崖の途中に、窓のようなものが描かれているということですが、確認はできません。ともかくも、これはですね、私は絵というよりも、写真から起こした絵というふうに理解しています。部分的に絵のように、改変されているように思いますが、しかし、写真のように精緻な部分もあります。こうした物体が描かれているということですね。で、これは何かということですけども、この下半分は崖ということになるんですよ。山ではありません。先ほども言いましたように、光は右上の方から斜め左下の方に当たっています。ですから、これは崖と判断しました。で、この部分を明るくしてみますとですね、やはり奇妙な左の方ですけども、ものが描かれているように思います。さらに、この部分ですね、上半分はどうやら絵のようにも見えますが、下半分はですね、極めて精緻に描いてあるのがわかります。明度を上げてみるとそれがよくわかります。赤い大地がここに、描かれているということですね。で、これは私は絵ではなくて、一部写真であると判断しました。そして、色も火星の色と一致します。これは、マーズ・スピリチュアル・キュリオシティ・ローバーがですね、火星から送ってきたオリジナルの写真です。右はアイルワースのモナリザに描かれているオリジナルの色です。比較してみてください。色には手を加えていません。よく似ているというより、私、林浩司は同じと判断しました。いかがでしょうか。続く動画をどうかご覧になってください。いつか君たち人間はこの事実に気がつくだろう。その時、君たち人間は私の正体を知るだろう。と同時に、君たち人間は君たちがどこから来たかを知るだろう。Bye for now.